ね、お疲れ様です、マフィーです。今日はマノ HP1.05 のアタック0.9やっていきます。使っていくのがこれですね。さすがだね、ターシャンデッキ。このサスターシャっていうのが進化と投下って、進化がリベンジ、投下が特殊ってことで、どっちにするか悩んだんですけど、まあ、リベンジデッキ使ってみたところ、奇跡的にね、配信で連勝した時があったけど、まあ、基本使ってたらポイント下がるなと思って、まあ、全然勝てるデッキじゃなかったんで楽しいんですけどね、まだまだ弱いなってことで、当分はこの投下で使っていこうかなと思いますね。リベンジ好きなんですけどね。でサスターシャのリベンジね、めっちゃ強いんだけど、まあ、毒っていうところで暗流にも刺さんないし、なんか今日ね、暗流とか結構いるなっていうことで、この、どうだろう、ハデス抜いて、なんか特殊に変えようかなとかも一瞬考えたんですけど、まあ、ハデスね、マデッキ対面めっちゃ使いやすいし、これで頑張っていこうかなと思います。あ、待って、わかった。これね、多分今日リリティ弱い。気づいた。今日ね、なんか特殊出される機会ねえなと思って、ちょっとリリティ抜きますか。何にしようかな。リリティじゃなくて、みんなは何がいいと思う。リリーツ、いや、さすがにヤンキーか。ヤンキーだな。まあ、こういうアビスとかもあるけど、暗流に対して結局きついでしょう。これコンボなんなん？はーん。なるほど。なるほど。嫌いじゃないけど、結局暗流にも立ち回れる駒がいいから、なんかちょうどいいのないかな。ちょうどいいやつない。アイデア欲しい。身勝手、お前にする。身勝手の極意。こいつにするか。って感じもするけどな。どうしようかな。まあ、とりあえずこれでいくか。ミガットでいいの？いや、ロック入れる？シンプルに。ダブルロック、サタン狙うか。OK、じゃあこれでいきますか。ってことで、これでいきます。あと、このミラ。ミラがね、新しいキャラなんですけど、相手のキャラごま、回復を 70% の変換率で特殊に変えて、ってことで、暗流対面と吸収対面と回復耐久に刺さると。ただ、そんな、なんか刺さるんだけど、引いても絶対勝てるわけじゃないですね。暗流対面で引いても、鱗だの他の子まで濁される可能性が高いのと、あと、マタンデッキってそもそも HP が低いんで、こいつ引くタイミング本当に遅すぎると、もう飛ばされるんですよ。後半に打ったところで、神明で飛ばされますみたいな結構あるんでね。ってことで、これで、ちょっと待った。やっぱり考え直そう。ロック。本当にこれでいいの？ちょっとコンスタントに火力出せる子も欲しいよ、俺は。そうよね。そうよね。だから、いや、ロックもちげえ、ロックちげえな、多分ロックちげえ。いや、ロックもありだけど、ロックロックサタンもありではあるんですけど、暗流タイム別にロック刺さんないし、ってなると、リリティエボでもなければって感じで、なんか答えがないな、答えが。夜市か。夜市初手から出せるか。あ、マイティにしようかな、マイティにしようか。オッケー、マイティにしよう。こいつにする。マイティでいきます。はい。よし、これでいこう。まだこっちの方がいい。多分。まあ、マイティもね、あ、でも今日アタック 0.9 だっけ？ちょ、マイティ抜こうかな。ダメだ。なんかわかんねえわ。まだ身勝手の方がいいのかな。知らんけど、とりあえずこれでいきまーす。身勝手とか使ってるやつマジで見ないんでね。だから、わかんないですね。まあ、とりあえずこれでいきますか。とりあえずこれでいく。ほい。あ、来たな。そう、こういう対面でもリリティ腐るんで、やっぱりリリティ抜いていいっすね。で、どうしよっかな。どうしよっかな。こいつからいっか。アビス。で、ここはエルロージュから打つと、相手の吸収に余剰が出がちなので、あえてエルロージュはまだ打たないですね。あとコンボライフマンもね、普通に強いんで、後半の方に打ちたい。で、そう、ここで守護とか打ってくると、回復、吸収に余剰が出てくれるんで、美味しいんですよ。まあ、美味しいかっていうと、あれですけど。フェリス、はい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 。さあさあさあ。で、ここ、夏ブラなんですけど、まあ、春にしよっか。夏ブラ出すとね、相手のサタンとか倒すの吸収量上がっちゃうんで、あんま好きじゃないんですけど、まあ、ハデスのコンボとかも上がるんで、結局、ヨダメのこと考えると夏ブラ欲しいかな。で、なんか来る？何来るの？悩んでるな。ってことは、あんま変動きで強い子も引いてないな、今。ラゾールとか、その辺の子、ああ、あるんかい。あ、でもこれ美味しいな。サタンの火力上がる。オッケーオッケーオッケー。これは全然いいっすね。で、アンチヒール。こういう時にね、夏ブラの召喚に合わせてアンチヒールとか出せるような状況になるとめちゃめちゃ強いんだけど、全然来ないね。早く来てくれよ。早く来いよ、早く。たじろがないで。もうちゃっちゃと来ればいいの。呼ばれたら、はいって展示して手駒に来てくれたらいいんですよ。全然来ないな。まあ言うても序盤だからしょうがねえか。B ゴマ。いいよ。序盤に B 打たれる分には後半の S が固まるから、後半のアンチヒールが刺さるんだけども。ほい。ここで、
S は出させないぞつってね。でもこのロックもどうなんかな、オーラ引いてる時に打つっていうのもありなんだけども、でもね俺はちょっと、おーおーおーおおお、神やった、神ロック打った、チヨ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 が出たな、これ熱熱いね。 OK、 これでかい、これはめちゃめちゃでかい、チヨ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 が出た。ただってことはタオ数引いてるから、タオ数だのサタンだのクイナだのその辺の駒がワンチャンある。クイナ持ってたら死にクイナ持てるよな。まあ OKOKOK、 とりあえず OK、 召喚ふっ、アンチヒール、チディディディチディ、アンチヒール来たね。これ今打つか、いつ打つか、まだでしょ、まだ俺はまだ打たない、これまだ打ちません、まだ打たないよ、これまだ打たない、まだです、引っ張ります、まあ、B4 来る可能性あるんですけど、 D に打たれるの嫌なんでアンチヒール打って、なんか濁されるの、あのその後 E1 とかもありだったけど、まあいっか、まあいいや、これでいこう。今相手は焦っ、あの B4 来るか、これドロバー召喚全部消しに来るのか、まあでも大丈夫で大丈夫、 B4 でタオス来る場合はタオス打てよ、そこは。ここで D5 イラ打ったら右上 X 以外強いみたいな感じにできたんだけど、クソ、そこでタオス打ってほしかったな。考えましょう、ミラここで打ってもいいかもな、打ったら左ウェ X に来て E6 で取られる、いやまだだな、じゃあ取るか、これはエルロジュで取ってで左ウェ X に打たせてミラウと C1 にでいい気がする。オーラ引いてないし飛ばされることはほぼほぼないと思うんで、さあ左ウェ X か D2 いくらず、どうだい、もうこっちはサタンも引いてるからね、あとは次ミラーで刺すよ、ミラーを刺すよ、悩んでるね。延命 DO、 OKOKOK、 ちょうどいい、だちょっとあれだね、変身とかも考えると若干の小網沢ではあるので、そこだけ注意かな。よいしょ、アンチヒー、よし、アンチ重力バリア展開よ、ダメよダメよ、知らん知らんけど、なんか全然知らんけどさ、モンスト最近なんかなんだっけ、呪術廻戦とコラボしてるらしいよ、モンストって。オセロニアにも来ないかな、呪術廻戦、俺呪術廻戦全然知らねえからどっちがいいや。全然知らねえ。 OK、 アンチヒール、アンチヒールでーす、遊戯ボーイ、うらー発展、いいね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 、 OK、 神神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 神、テラッセイ、オッケー、で次刺したコモンで終わりだ、6打たれてもファースト出るぞ、春打ったからファースト以外ないな、多分勝ちだ。でもこれ今見たら分かる通り、そんなになんか回復は無効にできるけどダメージとして与える分には 70% って感じなんで、そこだけねめっちゃ強いってわけでもないのかな。さあアンチヒール、遊戯ボーイ、よいしょー、いやこれロマンホ行っていいですか、サタン行きますよ、ロマンホ行きまーす、サスサタン、サって名前ついてる強い説、よいしょ、スラッスラッダイ、オッケー、サって名前ついてるやつ強い説だな、サスターじゃサタン、あと何なんかいる、サって名前ついてる強いキャラ、ごまサいるかな。意外といないかもしれない、この説ちょっとないかもな、ササ、サタン、サスター社、サ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 リー、いや、そうでもない、サリー、そうでもない、サ、サルース、うん、サルース、サ、サバ、サン、サ、サ、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、マジ、点結いるの、それは予想外。まあ、でも、勝てない相手じゃないね、全然。勝てない相手じゃないと思う、ただ勝てる相手でもないな、ちょっとその先行取られたのはきついっすね、俺はしぶてぃぜ、そうなの、どれぐらいしぶといか教えてみ、言っとくけど俺も結構しぶといからな、俺同じ人5年間ぐらい好きだったことあるからな、俺のしぶとさ身に染みさせてやるわ、俺の方がしぶといからな、
ああ強いね、でも強いね。そこで領域展開強いですね。はい、サタン星型三四郎よいしょ。サタン強いよ。で夏ブラから打って召喚でいくか。吸収も強いもんね。あーまあ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 、まあ、サタン引いてる時点でありがたいからいいんすよ。はい、 F5 もありだけど一回こっちからかな。でこっからこっからラサース、角打ってもいいかな。歯です、神。どういこうかなこれ。いやでも悠長なことで言ってられねえな。これ歯で吸った方がいいな。それウトで C 中打たせる方がまだ美味しい。で B4 打って相手にコンボ組ませないようにして、で吸収 C 中来る場合はゾノ場の吸収が E4 と D5 に来て確定でいけるんですよ。なんでそれでいい気がする。エミレムとか来るとしんどいけどこれでいい気がするな。でこれさすがに D6 当てられないでしょ。次謎ブラ召喚あるから。おっと、いやここのビナーはまだいいな。美味しい、これ美味しい。まだ打たれる分にはまだ、このビナー打たれる分にはまだいい。B4 でよくて、はい、OK 吸収神、吸収神、吸収神。ここで吸収できるのは強い。でここ大事。 B4 打つ、 A5 打たれる、 C6 当て、こっちかな、こっちかな。左下 X やばいかな。いやでもこれでいい気がするけど、これでいいよね。で16あるから2手飛ばしは相当手が回んないときついね。左下 X に来てもそうだ、 B3 打てるから大丈夫か。でシールド使った、うん、これでいいか。これでいいね、これでいい、これでいい。でここで火力をあぐねてきたら B1 当てで竹見耐えまでいけるかもしれない。竹見打つか、 OKOKOK。 その竹見はいい、その竹見欲しいな、その竹見欲しい。でここはシールド打たれたらだるいんで先にサタン打っていいな。はい、先サタンで良い。てかなんならサタン飛ばせるとかないか。これ3600でも4900でしょ。あ無理か。サタンでいいね、サタンでいい、いいよな。英語サタン、いやいや、こうだな。でいいよな、これでいいよな、これでいいよ。よいしょ、吸収入れて毒入れて、え待って、あ待って、飛ばせてた、いやいや無理だよな、無理だよな、無理だよな。あれ合ってるよな、1800の、もう無理だな。これでよくて26だからシールド打たれて、うん、B1 の吸収あるからいけるね、いけるね。なんか言いたらいけるね。いやで言うても大丈夫だと思うんだが、なんか引かれなかったら引かれなかったで優派できるし、あのシールド来たらロックで濁すこともできる。 OK、 それでロック濁しもあるね。あけど、いや待て待て、いやなんか引いて、もうなんか精神的にしょっぷねー、ほっぷねー。 OKOKOK、 勝てましたよ皆さん。転結に勝てますし、ダーンっつってね、あぶねえ。夏ブラとハデス強かったですね。よし、あと竹見美味しかったな。普通に今の左シェックスは今の美味しかった。先サタン打つのも大事ですね。このシールド打たれる前に削れるときに削って追い詰めて、でシールド打った頃にはロックなので、イモれる形っていうのが強いんで、早めにね打つのは結構大事では。あーいや、あのビナ美味しかったわ、ビナめっちゃ美味しかった。さあさあさあ次行こう。サスターシャ強いな、サスターシャ強い。あでもサスターシャ引いてるよ。あごめんサタンだ。いやでも結局そうなんよ、サタンとサスターシャ、そうなんだよ、そういうこと、そういうことです。てか俺今月ね気づいたんだけど、ちょっとマデッキの紹介多くなるかもしれん。あいつ引いたんだよね最近、クイルクエン金色の。あいつベノムヒールで面白そうだから、ちょっとなんかそういう感じなんか、今月マデッキの紹介多いかもしれないです。ごめんなさい、マデッキばっかになるよ多分今月。あとメヒもな動画撮ったし、うん、
ちょっとマデッキばっかになるかもな。はい、マフェリ、マフェリか。はい、ここ274高いね。マジ、おーしよしよしよし、このサスターちゃんのこれ笑顔、君の笑顔があれば何でもできるぞ。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、アルカードのこの怒り顔はやだ。怒らないで、スマイル、スマイル、スマイルください。アルカード笑え、お前はハロカードみたいな笑い顔を見せろ。そんな怒った顔でこっち見つめないで。待って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 、これどこどこどこ、これどこ、まあオッケーオッケーオッケー。いや、これはね、もう見えた、見えました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 。 X サスター社打って取らせてハーデスで行こう。多分そのゴリ押し通用すると思うわ、普通に。よし、はい、サスター行きます。ここでね、もうサスター打てちゃうんだよね。 13% まで待つこともできるけど打てちゃうんですよ。打っちゃっていいんですよ。よし、で取られてハデス行ってもいい。ただ呪いの兼ね合いがあるからな、これ多分翡翠のコンボで呪われるから。でここで打てちゃうのが強いところだよな。シードだと2400しか出ないんですよ。ただこいつだともう 12% だから、ほぼほぼマックスまで出しちゃうみたいな、これが強い。誰呪うの、選ばれたのは、ああでも逆に、逆にもう割り切れるわ、それはもう逆に出さなくていいのね。分かった、割り切ります。逆に出さない、これはもう。ハデス行って、ただハデスそんなにコンボ強くないから、こっから自分のキャラゴマ貯めるってなるとフェリアの動線とかつながりかねないから、そこだけ気をつけないといけない。罠、この罠は、でも取るとフェリアコンボつながるから取れない。B4 行くか右下 X 打つかの2択で、 A2 に当てられる可能性があるので、右下 X から入ったとしても A2 当てあるかけど、無視することもできるな、その場合か。ここで春で回収するか。まあでも守護安牌か、うん、守護安牌だな。よいしょ、ああよかった。あ、でも、うん、そうだ、打ってから気づいた、あのレニアドの可能性あったから、ちょっとそこ考えてもよかったかもしれない。で、これがあいつだったら当ててくる。え、待って、これ仕事、あ、そっか、F5 に当てるのがあるから。あー、まあ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 。それで、はいはい、そいつ買ってきて。はい。で、春出ます。春出る。28だから、飛ばないか。まだ飛ばない。これ、踏みだったら怖いよな。踏み怖いな。踏み怖い。二階堂踏み怖い。踏み、でも踏みだったじゃないと思うけどな。あ、でもこっちでいいか、耐える気がするけど。うん、4枚でしょ。で、おらないし、これで耐えて、いや待って、ロックもう1枚来てベルグ出て IC か。これちょっと今焦ったな。あ、やばい、焦りが生まれた。え、待って、これ耐えるかな。うん、はい、耐える。10円パン、耐える、うん、耐えるのは耐えるんだけど、次でいけるかどうかっていう、ちょっと緊張感がベルグレーで怖い。待って、もう一枚6怖いんだけど、怖い。オッケー、勝った。危ねえ。サタンは耐えるぞ、さすがに。よいしょ、これギー耐えります。あ、危ねえ、ほんと危ねえ、ロック打たれたら危ねえ。怖いよな、今踏みだったらマジで吸収されるからさ。サタン耐えるなら俺は B4 行ってたよな。だけどこれでよかったよね。怖えー、やっぱ怖いわ、マデッキ。こんだけ引き強しても、ちょっと怖いんだよ。やっぱり。ロック打たれて、ベルグレー出たら、多分、死んでたから、今。もう一枚。え、もう一枚ロック、残ってたよな。怖えよ。まあ、最後、サタン引かなくても、あそこダブコンだったから、ロックでもいけたけど。あっぶね、マジ怖かったわ、今の。あっぶね。でも、サスター社の強いところは、間違いなく見れたね。もう、初っ端から打っちゃっていいみたいな、序盤から生きるみたいな、強みがあるんで。怖い、今の怖かった。はい、あ、やばいかも。これはアビスだのなんだので頑張るしかない。いやー、しかも高校か。はい、いや待って、でもこれね、分かった、罠ごま、あ、罠の起動条件を満たさない。え、マジ、じゃあリリーシャ判定しないってこと。え、そういうこと、どういうことチャクラ罠の起動条件を満たさない。ちょっと分かんない、待って、どういうこと、起動条件、あ、起動条件だから判定はするんだよ。
起動条件だもんな。なら、そういうことか。え、OK、OK。わかった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 。なら、エンマ大王撃たれたらミラ撃てばいい。で、アレスも反転できる。OK、OK、OK。それが分かれば上等。よしよし、あかれ、OK、OK。それ分かったんなら上等だ。だからミラは強いよ。OK、それ分かったんなら上等。で、ここは罠撃たれる前にエルロも切っちゃって。OK、それが分かれば上等だ。それが分かれば上等。で、アレスを反転させられ、2100を発展して、210×3 で、630引いて、1500ぐらいまでのダメージは狙える。OK、OK、OK。いいんだよ、いいんだよ、いいんだよ。で、ここ。はい。これどうしようかな。春か守護者。まあ、春にしようか。よいしょ。はい。エンマ大王、エンマ大王、これ、見えた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 、方程式見えた。見えた、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 見えたぞ、見えたぞ。リペアの瞬間にミラーを撃つ。見えた。見えたぞ。読めたぜ。読めたぜ。てててん。ドゥリーデ、ネクスト、ネクスト、マッピーズヒント。アンチヒール。てて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 。見えた。見えました。見えた、見えた、見えた、見えた。見えたぜ。見えたぜ。犯人が、あなただ。だいぶちょっとコンボを開け、あ、待って、これコンボ開けたの。やばいかな。あんまないよってコンボ強いんだっけ。いや、でも、こうでいいよな、多分。で、アレス早く撃ってほしい。まだ撃たないか。一回罠駒で濁すか、左下に。あ、そっちか。オッケーオッケー。で、召喚入って。ハレス。ここハレス3敗だな、多分。いや、待てよ。待て待て、冷静に考えよう。相手のあれがあれだから、A2 にハデス、アレスが次来るんだよ。だから、今繋いでも大丈夫。うん、これでいい、これでいい。で、あ、あの花発動してないのか。いや、ここアレス絶対来る、絶対来る。ここでミラ撃つ。出番だぞ、ミラ。絶対ここアレス来る。100% 来る。来た来た来た。見えた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 。パンツ見えた、パンツ見えた、パンツ見えた。オッケー、パンツ見えた。エンマ大王のパンツ見えた。待てよ、考えろ考えろ考えろ。角でいいか。リペアした時にリペアできないでしょ。これ角で絶対リペアできないだろ。おら、よいしょ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 。オッケー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 。見えた見えた見えた。で、リペア したらもう一度、もう一度、もう一度。来た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 。で、OK、アビスで終わりだよな、これ。アビスって終わりだよな。はい。エンマ、エンマ、エンマ、マンマ、マンマ、エンマミーヤ。よいしょよいしょ、おらっ、よーしよーし、見えた、エンマメタだ、見えた、パンツ見えた、エンマ大王の。エンマ大王のパンツ見えた、見えたぜ、やったやった、これだ、完璧だ。でも今のは、あ、でも今のでもどうだ、あ、そうだね、いや、今のは確実にリリートよりこっちで良かった説ある。あの、だって俺アビス打ってたもんね、ハデスと気を秘めてるから、あのアンチヒーローの強み出たな今の。いいぞいいぞいいぞ、神だぞ。よし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 、見えたぜ、これだ。アレスメタだったのか、お前は。よかった、強み出たね今。さあ、これ勝って終わりにしたい。セクメとか、ちょっと呪いの場所気になるね。初手セクメと来るでしょ。エールロエールロエールロ。選ばれたのはユーハでした。まあ、切っちゃうか。呪いずっと持っときたくないから切っちゃって。ただアビスとか引いてるから、アビスは魔力対面非常に強いので全然いけるよ。まだいける、まだいける。次誰乗られても立ち回り自体にそこまで支障はないから、まあ、罠駒が怖いぐらいかな。ここで罠打たれてエルの呪うのが一番嫌だなそんなことないよな、そんなことないよな。おっと、X イコール Y と時ですか。ちょっと呪い見ようかな。はい。エルロ、OK、これエルロ一択。エルロ一択。どっちから行こう。
X にしよう。うん、これでセグメントをちょっとつなぎにくいよね。でセグメントで呪いが守護者だから D6 守護者もあれかなと思ったんで、ちょっとこっちにしようかな。そこか、それは F3 で行きたいけど、いやーでもコンボ強いのあんまないな。でも、はい、あー今ねハデスあんまコンボ強くないけど、まあ、ハデス以外打つ駒もないな。 C5 でもよかったかな。でもこっちで行きやすい。でこれで今まあまだいいか、うん、いいかいいか、呪われる駒がファーストだからちょっとあれかなと思って。はい、シェアイ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 、やばいやばいやばい、ちょっとまずいんじゃないですか。まずい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 、これはまずい、これはまずい。ファースト乗るでしょ。でサタ引いた。話変わってきた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 な。これ相手のキャラを、うわそっかサタ乗んだ、忘れてた。いやーやっちまった、油断したな。これそっか、そうじゃんそうじゃんそうじゃん、ちょっと待ってマジやらかした。いやだったらこっちだな、だったらこっちで、これでつなぎにくい形作ってで呪い吸収入れて、いやーでもきついなこれ、きっつきっつ。そうじゃんそうじゃんそうじゃん、今使えねえんだわ。あー意味ね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 ー。 F3 ハデス、でもあーでも C5 打つべきだったんかな今の。でも E6 ハデス打たれるなその場合。意味ねー、これ意味ねー。痛い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 、冗談よ冗談よせって冗談よせって、痛い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 、けどまだ参る、まだ参る、まだ参る、まだ参る。だ相手のキャラゴマ、いやこれさ E6 打つしかなくね。 E6 ってダブコンぶちかますしかねえよなこれ。 E6 ダブコンぶちかましゲーミングでいいっすか自分。待てよ、うん、ロック打つ場合は相手次で飛ばせない気がするから、これで E6 ダビコンぶちかましゲーミングで行くしかね。でオーラ引いてるから手持ちゴルでしょある程度。怖いロック怖い、何もするな。あとカビューとか来んなよ、カビューとか来んなよ、なんかそういうの来んなよ、やめろよやめろよやめろやめろ、ふう、いや耐える、これは、ふう、ふう、怖い、行くぞサタン、アイシ、うん、いや行く、これはもう行くしかない。サタン駆け上がれ、行け行け、ほら、よいしょよいしょ、うわあ耐えた、耐えられた、76残るんだこれ。アタック 0.9 や、え通信切れた、えなんでなんで、あいやいやいや、まだいけるよまだいけるよ、まだまだ頑張れ頑張れ頑張れ、いける、お前の勝ちだお前の勝ちだ、 You are champion、 おめえの勝ちだ、ナイスバトル。あはー、これ飛ばないのか、惜しいですね。おー、いい球終了。ってことで、これは負けました。惜しかったな。いい勝負だったな、でも今。ギリギリだったな、今の。めっちゃいい勝負じゃん。面白かった。でも結局、アイシェだな。アイシェあったら、飛んでるっていうところから考えると、やっぱアイシェってね、またネッキに入れていいと思う。ってことで、今回はこんな感じでしたね。アンチヒール刺さるタイミング刺さったし、サスター社も大活躍したので、個人的には満足ですね。ってことで、よかったら皆さんもこのエルロマタン使ってみてください。ただ、今日の補正でね、ミラさんが強かったっていうだけで、まあ、普段ミラを絶対に入れないといけないってことは個人的にはないと思うので、まあ、その補正によってとかで考えて使っていくっていうのがね、まあ、計画的に、ご利用は計画的にやっていくのがいいんじゃないかなと思います。ということで今日はここでリスクしようよよ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 よ